ばんは。こんばんは、皆さん今日はよろしくお願いいたします。今日は FGH サンデーの物語の始まりという3番ライブに、お呼びいただきました。本当に嬉しいです。青田さんと萩野さんと、3人でのライブとなりますが、トップバッターを飾ります、シンガーソングライターの山田翔子と申します。よろしくお願いします。すごい、もうこんな、ね、満杯の会場で歌っていただいて本当嬉しいので、皆さん最初から飛ばしていきたいと思います。最初の曲、楽しいキラキラの曲を1曲お送りするので、皆さんよかったら高橋で一緒に盛り上がってください。流星少女。Oh,
すごい落ち込む日々をですね、ポジティブに考えていこうよというメッセージを込めて作った曲です。聴いてください。ハローチュデイ。一言。
翔子さんが1年ちょっとって言ったんですけど、僕は去年の9月からこっちに引っ越してきました。またね、なんかこっちでいろんな楽しいことできればいいと思ってます。よろしくお願いします。本日のパーカッション、伊田智也です。いつもあの可愛い奥さんが見に来てくれていてですけど、今日はねちょっとあの健康診断の後でちょっと胃カメラ撮った後でちょっと体調が悪いということで今日はちょっと来れなくて、ね、少しだけ元気がないように見えるみたい。そんなことないいつもね可愛い奥さんが一緒なんですけども、今日はあの心の中であの、はい、見守っててくれると信じて楽しい演奏をしております。皆さんとオレさんです。よろしくお願いします。はい、楽しい曲、2曲続けてまいりましたが、次の曲はですね、私のファーストシングルの中に、収録されている曲で、あのライトニングというすごい私の中では代表曲としてあの歌っている曲があります。あの音楽活動を始めてもう3、4年とかになるんですけれども、やっぱ途中で浮き沈みもたくさんあって、あの挫折するところもね、いっぱいあって、いろんなシンガーソングライターさんはそんな経験があると思うんですけど、私も本当にどん底に落ちた時があったけども、その時にあの本当にいろんな人が手を差し伸べてくれて、音楽を今日まで続けることができました。そんな周りの人への感謝の気持ちと、あとこれからもずっと大好きな音楽を歌い続けていくぞっていう、そんな決意の気持ちを込めた、あの私の代表曲として歌っている曲です。聴いてください。ライトニング。気がついたら見えなくなってた。何かを追いかけてたはずなのに、果てしない道のりの
Thank you.
とうございます。ファーストラブと、その次にちょっとジャジーな曲で、微笑みという曲でした。ありがとうございます。ありがとうございます。私東京に来てからですね、2度目の冬なんですけど、東京の雪の降らなさに本当びっくりしていて、こんなに降らないんですね。1月、あ、もう2月なのにもうびっくりして、全然白くないやんと思って、今もう宮城の方ではもうすっごい積もってるんですよ。あと、あ、いつだっけな、1月の半ばぐらいに私青森県で歌ってきたんですけど、もうなんか普通のこういう道路が2メートルぐらいの雪の壁なんですね。普通にこう壁伝いに、雪の壁伝いに歩くみたいな感じで、もうすごい真っ白な銀世界だったんですけど、ね、2月に降るんですか東京は。2月が一番寒いって聞いたんだけど、これから降るのかな。ちょっと雪景色が恋しくなりますが、はい、でもあったかい冬はそれはそれでいいなと思います。あっちは本当寒いからね、めっちゃ寒いです。今日がチョーク吹いてるんでしたっけ、宮城らしいですね。なので私今月末に1回宮城でライブがあるんですけど、すごい超防寒していきたいと思います。地元に帰るのに超防寒して帰るので、今の関東とあと東北、宮城県とか東北の方で行ったり来たりして、活動をしております。はい、そしてですね、今度初めて のバースデーワンマンライブというのをちょっと流行りに乗っかってやってみようと思いまして、今度ですね、3月23日土曜日にですね、チラシを皆さん受け取ってくださっているかと思うんですが、初めてのバースデーワンマンライブを東京の下北沢シードシップさんというところで開催します。はい、で ありがとうありがとうございます、金さん。ちょっと初めてだから、バースデーライブって普通何するんですかね。自分で自分にケーキとか買ってくるのかな、あれ。やったことあります、バースデーライブ。ありますよ、なんとなくこうみんなやってる感じの入りに乗っかってみたいんですけど、なんかよく考えると恥ずかしいなって思って、あれは誰かがサプライズで何か用意してくれるものなのか、自分で自分のサプライズを用意するのかとか、なんかいろいろ思ってるんですけど、まだちょっと 2ヶ月あるのでいろいろ企もうと思ってます。ちなみにオレさんと井田さんもご一緒に演奏しますので、ぜひぜひご予定空いてたらよろしくお願いします。なんか楽しいことをやろうと思ってます。はい、3月はその大きいライブがあるんですけど、まだ2月とかも楽しいランチライブとかいろいろ企画してます。2月2日は東中野のオルトスピーカーさん、あと2月3日は北斎亭というですね、はい、なんだ、居酒屋さんでランチライブをやります。高円寺です。はここから遠いんでしょうか。遠い？ちょっと土地勘がないんですけど、きっと電車は乗り換えると思います。乗り換え。あ、そう。日本では行けないと思います。すいません、本当まだ電車わかんなくて。多分1回か2回ぐらいは乗り換え行くところなんですけど、丸の内線の新高円寺駅で降りてすぐ目の前にある北斎亭というご飯屋さんで、お昼ライブをしてみんなでランチを食べるというランチライブも企画してますので、山田翔子ぜひ検索してホームページに覗いてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。では次の曲ですけども、昨年やっとリリースしましたセカンドミニアルバムの中から、You Are My Dream という曲を歌いたいと思います。聴いてください。
やっぱこの歌うことっていいですね。なんかこう自分のエネルギーを本当にこう放出してる気がして、それをなんか聞いてくれる人がいるというのはとても幸せだなと今しみじみ思いました。あっという間ですけれども、次で最後の曲となりました。今日は本当にありがとうございます。山梨学校本当いろんなところでですね活動しまして、今年はちょっと今までと違った動きで、もっともっと活発に活動していこうと思いまして、新たなプロジェクトも目論見中ですので、ぜひ山梨学校を検索していただき、またライブに遊びに来てください。今日本当にありがとうございました。山梨学校でした。最後の曲はハッピーなこの曲で終わりたいと思います。終わりたいと思います。セカンドミニアルバムの中ではこら最後最後の曲、響いてるという曲です。聴いてください。小さな小さな